前の期限での敗北を踏まえた上で、君は今何を思う？いたずらに選択肢を増やそうと、実現可能なものは限られる。君はまさかまだ過去の選択を悔やんでいるんじゃないだろうな。この後に及んで後悔などしても無駄だと分かっているのだがな。もっとうまく立ち回っていたら、別の方法を試していれば、あんなことさえしなければ。やれやれ、何を考えているのかと思えば、後からどう考えようと失敗した結果は変わらない。いいか、君は私に勝ったんだ。ならいい加減過去を振り返るのはやめろ。しっかりと前を見るんだ。私は勝ったとは思っていない。君がどう思おうとそれは君の自由だ。だがあいにく私は結果しか見ないからね。3度目は食い止める。君の望んだ結果になることを願うよ。いずれにせよ、そうでなければ私たちの負けだ。そうか。しかしあなたの予見した結果が他人の手によって書き換えられたことはあったのだろうか。そんなことを聞いてどうする。本気で書き換えたいのなら最後まで抗い続ければいい。何も結果が見えたからといってそれに付き合う必要はないのだからな。それでもあなたが見たのは世界の未来。個人の手が届く範囲は限られているはずだ。そうだね。だから私はこう考える。あくまで起きるかもしれないことは現実じゃない。現実じゃないなら真に受ける必要はないとね。結局のところ人々を動かすのは私の余地ではない。彼ら自身の運命だ。つまりそれが他人を信じるということか。驚いたよ。それを理解しているのなら何でも一人で抱え込もうとしないでくれ。私の負けだ。余人の件はもういい。とにかくエンジンを何とかして、その後すぐにチューリングを探しに行く。いや、せっかく来てくれたのだからな。あなたには頼みたいことがある。というと？コアを交換する際、一時的にエンジンが動かなくなる。それゆえあなたには一度地表に降り、心力で地脈を安定させてもらいたい。まさか周波全体をとは言わないだろうね。モディファイアオリジンならばできぬ芸当ではあるまい。まったく人使いが荒いな。ならばこちらからも要求させてもらうが、もう一度君の手料理を振る舞ってくれ。手料理を？ああ、今度はそうだな、辛いものにしよう。どうせ君他の味覚は死んでいるんだろう。辛いものか。約束しよう。出立の前にこれを。司法院で使うものだろ。私に何をしろと？それは言ってしまえば私の意思を代弁するための証だ。もしあなたの予知通りの結果になった時は、私の代わりに司法院を導いてくれ。感謝する。
感覚だったな。人を止められなかったのなんて、これで何度目だったか。少なくとも3回以上は確定か。最初の起源から現在に至るまで、私たちは存外変わっていないのかもな。どうしたの？オーディンさんが動いたとか？これってオーディンさんが戦ってた後だよね。どうしよう、私たちも加勢した方がいいかな。おや、君たちは。すまないが力にはなれそうにない。何せ説はつい先ほど東島から出てきたばかりなんだ。おまけにこちらに来て早々ビスベインに出くわす始末だ。砲撃は受けたものの、ベインクエイクは起きていない。他の島も同様とのことだし、やはりビスベインどもの狙いはイージンだろう。ところで君たち、ここ数日は良子と一緒だったと聞いたが、彼女は今どこに？司法院に向かいました。ビスベインが目前まで迫ってるって話で、私たちもこれから応援に行くところです。司法院？まさか、このままでは間に合わなくなるぞ。なるってどういうことですか？天通エンジンのコアだ。敵の狙いが司法院そのものならともかく、もし天通エンジンだったら。そもそもセスがイージンに来た理由は城郭とセフィラコアを入れ替えるためだが、エンジンが壊されてはそれもできなくなる。先生に任せておけば余人の方は問題ないだが、全力で走ってもエンジンまで10分はかかる。さらにビスベインどもの邪魔が入るとなると。君たち、すまないが一緒に来てくれないか。通信が使えない以上応援を呼ぶこともできない。となるとあらかじめ戦力を揃えて向かうしか。もともとそのつもりですけど。君たちが味方にいると頼もしいな。恩に着るよ。なら司法院に着いた時、もし時間が許せば。